深夜の1時ぐらいですね。で、ここは大阪の西成区になります。今ここのコインパーキングで、今日は車中泊しようかなと、思います。で、今ちょっとトイレに向かうんですけど、過ぎて足痛いわ。そう、なんか筋痛めたかもしれない、これ。ここのね、公園があって、このトイレがあるんで、トイレはここを借ります。すみません、間違ってたらすみません。多分これ三角公園っていうとこだと思います。ですね、ホームレスの方々の家らしき、なんかいっぱいありますね。ちょっとトイレなんで一回カメラは伏せます。